上田幸弘は、和歌山県田辺市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。南部高時代は、1982年に第64回全国選手権に出場。1回戦で熊谷高に敗退。1982年オフに、ドラフト外で広島東洋カープに入団。同期入団には、西田真嗣、白竹義久、堀場秀宝がいる。 全盛期だった、達川光雄の控えとして、チームを支える。強権とパンチ力のある打撃を、しばしば見せていた。1990年6月2日の巨人戦の9回裏、西二塁の場面で、ウォーレン・クロマティが、敬遠球を打って、サヨナラヒットにした時に保守を務めていた。二軍公式戦では一塁手一としてもしばしば出場し、 一軍公式戦でも途中出場で一塁を守ったことがある。1993年シーズン終了後、鈴木明との交換トレードで西武ライオンズへ移籍。伊藤勤の控えとしてチームを支えてきた。1996年は高木大成の入団に伴い出場が大幅に減った。1997年に左足陣帯を断裂してからは一軍出場も、 亡くなる。1999年シーズンオフに現役を引退。2000年、西部のブルペン保守となる。2001年から3年間チームスタッフとして、東尾治虫や井原春樹らを支えた。2004年から伊藤の監督就任に伴い、バッテリーコーチに就任した。どちらかといえば、選手当時の実績よりは、縁の下としてのコーチとしての実績の方が功績が高い。 2008年から広島一軍バッテリーコーチに就任し、2020年から二軍バッテリーコーチ。ありがとうございます。